あ、じゃあ説明させていただいてもいいですか。今ちょっとごめん、どういうテーマで入ってきてんの。いや、テーマとかごめんなさい、あの俺全くふざけてるわけじゃなくて。え、ふざけてないんだ。いや、バットを持ってきたかったんですけど、うん、バットケースがなかったんですよね、はいはい、だから家から磯のカツオスタイルで来てもよかったんですけど、これはさすがにちょっと物騒すぎるだろうと、うん、物騒、これは物騒じゃないですか、うん、確かに令和ですし、はいはい、確かに。なんで、うん、これバットケース代わりにゴルフバッグで来させていただいた次第ではあります。へー、あ、説明以上ですか。何ですか、はい、説明以上ですか。素振りでもしますか。どちらでもいいですよ。どちらでも。てか、まあ、僕って受かってんじゃないんですか。ごめんなさい。なんか前、いや、そう、一番最初にこの野球チーム作ろうってなって、はい、一番最初に勧誘したのがメンディなんですよね。で、メンバーにはなってはったはずなんですけど。そう、でも一回もそれから来てないんですよ。あ、それよくない。そこどうですか、やっぱり。ちょっとよくないっすね。参加率。あ、なるほどね。でもやる気につながるもんね、やっぱそういうの。だからもうやる気ないんだなっていう認識だったんですよ。やっぱそうですよね。そうなっちゃいますよね。受かっちゃったらもう俺はみたいな。そういうとこか。そういうところか。声出しから始めるか。まあやっぱり基本は声出しだから ね、うん、声出しからじゃあちょっと行ってみる。から挨拶とかなんか野球、じゃあグラウンド入るところから行こうか。おっしゃーす。守備練習、守備練習。よし。はい。よっしゃ。よっしゃ。いいね、いいね、いいね。よし。はい。よし。よっしゃ。いいね。声出して、率先して声出して。バックホーム。はい。よっしゃ。いやいやいや。よし。あ、フライ上がったよ、フライ上がったよ。バックホーム、マイボー、マイボー、マイボー。オッケー、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 オッケー。いやー、いいね、声出てるね。はい。しっかりしてるなぁ。あ、座ってください、座ってください。いや、いいっすね。いや、で声は出てましたね。一応高校までは やってたので、うん、あ、一番野球歴長い。もう一番しっかりしてるんじゃない。もう聞かなくても、はい、ですね。うん、化け物級。前評判もいいですし、まあね、そうだね、うんうん、じゃあもう、本当やる気はあるんですか。あります。で、なんで参加しなかったんですか。いや、知らなかったっす、やってんの。呼ばれてなかったか。知らなかった。知らない。それしょうがないね。連絡も僕入ってます、連絡も。名簿入ってます僕。いや、言ってると思うんだけど、でも知らなかった。はい、なんか全然連絡が。そっか、じゃあそれはしょうがない。仕方ない。知らなかった。そうか、そう、連絡ミス、うん、うん、はい、じゃあもう採用です。ありがとうございます。改めて、よっしゃー。